お、お、すげえ。え、あ、ちょっと痛い。あ、痛いんだ。あ、ここ。あ、これ今これ剥がされてる？あ、だいぶ入るようになりましたね。すごいすごいすごい、うん。ちょっとの時間でこうなる。これ痛くないですか、はい、今？今痛くない。へえ。こういうとこさ。あ、痛い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 。あ、これ痛いですね。あ、はい、楽にしてください。ここさっきと同じ強さでやってます。え？嘘でしょ。どうすか。どうも、カジサクです。さあ、今日なんですけども、はい、カジサクの健康こそ剥がしてみた。自分で言うのはあれなんですけど、実は今回、安武さんの持ち込み企画ということで、はい、はいはい、そうなんですよ、うん、まずお聞きしたいんですけど、そもそも肩甲骨剥がしって知ってます？いや、もちろん、これ結構やっぱ YouTube 見てると、うん、なんか見たりするよね、きますよね、肩甲骨剥がしっていうのは、うん、はい、でね、あの、カジサクって、うん、体バッキバキじゃないですか、今もう疲れてて、あ、そっちか、そっちか、危なかった、そうだろ、こっちかなと思って。違いますよ。違うの？違うだろ。もっぱら太ったでおなじみですから、最近。そう、確かに体がちょっとね。そう、うん、いや、あんだけ携帯見たりとか。嫁サックによう言われんね、うん、もう本当にそういうのやった方がいいみたいな。そうですよ、うん、絶対疲れてると思うんですよ、うんうんうん、でね、肩甲骨剥がしっていうのはそういうのにもすごい効きますし、らしいね、はい、うん、もう一個、もう一個、カジサックって、うん、偏頭痛すごいじゃないですか。偏頭痛、そうなの。これ昔からの悩みで、もう天気悪なったりしたらもう前日ごっつい頭痛なったりする、ね、してますもんね。もう昔から俺 MRI でちゃんと見てもらったこともあんねん。 MRI って知ってっか。知ってるわ MRI な、何の略？ M M マザー R ラッキー I や愛してる。帰れよ。今日お母さんのお腹へ帰れよ。入ろうとしろ、もう一回。すいません。いや、 M はね、ほんまに俺取ったことあって、はい、もうそれぐらい、まあ、結局原因不明って言われてんけど、うん、はい、もうずっと持ってて、はい、でそれも、うん、あの、もちろん気圧のせいだったりとかいう説もあるんですけれども、うん、やっぱり体の疲れとか、うん、そういうものから来たりするんですよ、うんうんうん、それを今日、疲れと偏頭痛、うん、解消できたらどうですかっていう。いや、そうな、これで安崎聞いてて、はい、なんか治るらしいのよ。はい、マジっすか。で、なんかそのやってくれる人、はい、っていうのがなんか安崎の知り合いなのね。そうなんですよ、うん、芸人でもあり、うん、そういう接骨、整骨をやられている準院長っていう方がいらっしゃる。準院長、準院長さん、はい、っていう方がいらっしゃると。で、普段なんか安崎もやってもらったりとかしてる。そうなんですよ、うん、そうそう、で、どうですか言われて、はい、それめっちゃ良くない？めっちゃいい。治るんやったら、うん、そう、だから今回その準院長さんをお呼びしてます、はい、あー、素晴らしい。ちょっとじゃあ早速お呼びしましょうか。はい、はい、というわけで本日もお話します。準院長さんです。よろしくお願いします。お願いします。やっぱりちゃんとこう服もね、はい、確かにありますけども、若干ここがなんか口紅みたいなついてる。何こう、安武大丈夫か。何ついてる。口紅みたいなついてるけど。よしてくださいよ。え、これあれなんですよ、ペンとか挟むときね、こうやってやるやつで、あるあるです。そうだ、あれ、びっくりした、はい、俺なんかこうやってから来た。いや、カジさんこれからマッサージするってのにこうやって来るの分かってきた。なんで俺これで来るんですか。やっぱ喋りがしっかりしてる。そう、安田さんに聞いたら、はい、準院長さんは芸人されていると。そうです。どっちが本職なんですか。うん、と芸人を頑張りたいんですけど、うん、あの、どっちかって言ったら、あの、笑いのツボを吸うより普通のツボを吸うが得意です。おや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 じゃねえよ。おやおやじゃないんですよ。今俺瞬時に合わせた。すごいです。むちゃくちゃ気持ち悪いですよ。なんかそれっぽいこと言うやろ。すげえ今。そう、いや、でも本当に芸人もやってて、はいはい、そうです。芸歴でいうと何年ぐらいですか。芸歴は今7年目なんですけど。7年目でいうと同期は誰。19期東京 NSC 19期っていうところで、はいはい、同期は EXIT の兼近。おお、はい、第7世代、うん、はい、兼近さんと同期なんですか。兼近と同期です。まあ、似てるっちゃ顔似てますもんね。ありがとうございます。似てないでしょ。こんな地獄みたいな時間ないですよ。順院長をシュッてやったら多分彼ってその顔したらないよ。その顔したらもうもうガチャピンじゃないですか。誰がガチャピンなんですか。可愛い顔してるんですよ。かわいい。なので彼さん同期で、そうっす、同期で芸人もやりながら、やりながら、うん、で接骨院もちょっと勉強しながら。はいはいはい、はい、まだ今芸人でご飯は食べれてない状態。全然食べれてないです。なるほど。でもいつかはこう売れてやりたいと。いや、もちろん。でもこっちの仕事も大切にされてるんですよね。そうですね、あの、準院長って芸名でやらせてもらってるんで、はい、やっぱ知識が衰えないようには、はい、一応勉強はしてます。ちょっと待ってください。はい、どうですか。
僕がこっち喋ってるんですけど、はい、そっちに安田がトンボがいるんですけど、はい、ずっとトンボが順位長を見ながら笑ってるんですよ、はい、ずっと気になったんですよ、どうやったんですか、気になんねん、本当にガチャピンに横に赤い人いる、いやいや、ややこしいんですよガチャピンとムックじゃないんですよ、いや、実はあの、はい、トンボさんが実は、ええ、ガチャムクっていう番組の構成作家もやる、だから多分なんか本当に似てると思う今ね、視聴者さん見えてないですけど僕の目線にトンボがずっとこうやってるんですよそれあかんで、お前ガチャピンだと思って聞いてたらめちゃくちゃ面白い今ちなみに編集で緑色になってました、やばいですよなってますから、えらいもんで自由に変えれる色ですから、これ選んだ、これ選んだ、いやでもここに口紅ついてるから、あ、逆口紅じゃない、こうやって着てないから、こうやって着てないですよ、これよしてくださいよ明るい明るいんですよ、普段はピン芸人ですか、いや、コンビでやってまして、はいはいはい、あのションパイっていうコンビなんですけど、ションパイ、うん、はいはい、麻雀用語で、はい、あのこれから出てくるハイって意味で、うん、死と運を入れたくて、うんうん、あのコンビで由来でそれ作ったんですけど、なるほど、なんかよく言うよね、はい、芸人さんの名前で運入ってる方がいいとか、うんうんうん、そういうやつ、そういうやつです、今 C もそうなんだ、いや、なんか C も聞いたんですよ、誰がいますか C でめちゃくちゃ売れてる人って、うん、なんですぐ出へんやんそこ絶対すぐ出なあかんやんか、いやでも C じゃないよそこはすぐ出なあかんやんか、出ないなーと思ってそう、同期の売れてる、いや流さないよC が綺麗なんだよ、はい、ごめんなさい C おる誰か、いや多分あの個人名で言われてたんじゃないですか、あ、はい、あ、それ言ってくれんって、はい、コンビ名やと思うやんか、俺今シンクタンクさんしか出ちゃったシンクタンクさんも、シンクタンクさんもね、はい、名前ね、そうです、松本ひとしさんとか、はい、岡村たかしさんとか、うん、ロンドンブーツあつしさんとかや、ほんまよ、うん、それをコンビ名に持っていったんだ、そういうことです、なるほど、それでションパイ、ションパイ、ションパイ、まだ場に出てないはいって意味なんで、これから出てくるぞって意味なんですけど、うん、ええー、出てこないな、まだ出てこないか、出てこないんですよ、もうコンビ組んで7年も経ちますかNSC の時に組んでて解散して、うん、また再結成したんです、なるほどね、はい、でもそれやりながら整骨院の仕事も真剣にやっていると、やってます、なるほどね、はい、で今回なんですけど、はい、やってくれるということ、もちろん、しかも肩甲骨剥がしもできると、うん、はい、いうことで、肩甲骨剥がしをすることによって良くなることは何なんですか、うん、まあ、純粋に肩関節の可動域ってあるんですけど、はい、そのこういう動き、うん、この上に上げる動きって、うん、腕だけじゃなくて、うん、肩甲骨からこう順に動いていくんですよ、はいはい、ここまでの45度って言われたんですけど、45度の角度までは、うん、肩甲骨がこう開くだけの動きなんですよ、はい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 、でここから先が肩なんですけど、こうそうです、でここの動きが、あ、何してるの、大人って怖い、俺も真面目にやったよ、はい、ちょっともう一回ここまでの関節がこう肩甲骨がぐーって動くとここまで上がるんですよ、ですよね、はい、でここから先が腕の筋肉、こう肩関節の動きなんですよ、だからこういうところが何してんのよ、もうびっくりした骨運じゃない獅子落としみたいになってますで、ごめんなさい、よくなると肩って結構大事なとこで、うん、首だったり、うん、大きい脊柱起立筋ってこう背中にね、大きい太い筋肉あるんですけど、うんうんうん、その周りとかもほぐれてくるよっていう、なるほど、はい、肩甲骨剥がしはすごい大事だと、今日やってもらいます、はい、そしてさっき朝日に聞いたら、ええ、準院長はなんと、うん、片頭痛を治すことができるって聞いたの、マジっすか、これは僕が得意です、うわ、片頭痛って首の筋肉を緩めてあげたり、はい、あと頭の出っ張り、この大後頭隆起っていう部分があるんですよ、はい、今皆さん頭蓋骨って言うじゃないですか、はいはいはい、あれ頭蓋骨じゃなくてあれ頭蓋骨って言うんですよ、頭蓋骨って、頭って頭じゃなくて頭って言うんですよ、はい、なるほど、あの頭蓋骨のこのちょうど出っ張ってるこの辺りですね、はいはいはい、この辺りの下が硬くなると、うん、まあ、片頭痛が起こりやすかったり、目の神経、うん、あの視神経って言うんですけど、はい、片頭痛って光とか見て、うん、その目の疲れとかがよく集中してくるんですよ、はいはいはい、そうするとこの大後頭隆起のこの上あたりに、この辺ですか、あ、いや肉肉ここに神経集まんないでしょ、肉これ不摂生腰の不摂生、失礼しました、おいで、この辺がそうです、ここにこう集まってくるんですけど、うん、視神経で、うんうん、でそこが集中してるとこう筋肉が硬くなってくるって言われてます、うん、だからそこの筋肉をほぐすみたいな、ほぐしてあげると目が見開くとか、はぁ、これマジで治るんですか、これ結構僕は得意です、マジ、はい、あの現役の時からこれだけやってっていう患者さんもいました、すごー、ってことは絶対に効くってことですか、何してない
うん、マッサージしてあげてる。ありがとうございます。いや違う違う鼻水出ちゃった。ロッククライミングかと思いました今。何回も言いますよ、芸人さんなんで。すいません、芸人さんなんで。ごめんなさいなんですけど。なぜできるんだ、はい、ちょっとこれ楽しみやね、マジで。やってもらった方がいいですね。カジサックさんはもう僕ずっと見てたんですけど、もうありがとうございます。猫背がずっと気になってました、うん、そうなの。嫁サックにもずっと言われてて、僕やっぱ家で仕事する時で絶対コメント欄とかね、はい、見る時にもうこういう体勢でやるんですよ、うん、だからもう絶対曲がってるからやった方がいい、行った方がいいってずっと言われてたんですよ、うん、確かに。それも今日直してもらえると。もちろん嬉しいわ。嬉しいわ。はい、ありがとうございます。いつも頑張ってるカジサックさんにもうプレゼントというか。いやいやいや、そんなこと言うと、うん、僕なんかよりも準院長の方が頑張ってますって。確かに。なんでや。確かにおかしいわな。確かにはおかしいだよ、お前はっきり言って。それは、はい、ねえ、そうです。やるやる言え。君のやつやんか。君のやるやるやんか。やるやる。あれちゃうかったっけ。何て言ってんの。なんか言ってましたね、なんかね。森でやっただけ。もうあれ僕脊髄で喋ってます、あれ。脳で考えてなかった、脊髄で出てました。すいません、ね、こちらこそすいません。ちょっとやっていきましょうか、はい、じゃあ、うん、ごめんなさい、その前に実はこの今回のこれまあコラボになってまして、はい、これをきっかけになんと準院長さんが、はい、チャンネルを開設する。やばい、すごい、やったやった。だったらもうせっかくだったら、うん、あのコラボという形で、はい、あのやらせていただくので、ぜひ皆様の概要欄の方に貼ってあるんで、ぜひ見てみてください。お願いいたします。チャンネル登録もよろしくお願いします、はい、本当に。グッドボタンもお願いします、はい、ね、ありがとうございます。バッドボタンは、うん、お願いします、お願いします。分かんなかった。やめてくださいということでね。ダメということで、はい、なんか楽しいわ。いや、ありがとうございます。なんか勢いがあるわ。嬉しい。俺も7年目の時ぐらいよう言うてたわっていうことでね。これはよう言う、使えるのよ。あー懐かしいな。まあそんなこんななんで、はい、ちょっと概要欄ぜひ皆さん見てください、はい、お願いします。じゃあ早速やっていきましょうか、はい、お願いします。さあというわけで、はい、まずは肩甲骨剥がしですね、はい、お願いします。お願いします、はい。お母さんやられたことないですよね、肩甲骨剥がし。ないね。痛いかもしれないですけど、ま、ちょっと怖い。でも痛くないようにやりますんで、お願いします、はい、よろしくお願いします、はい、健康のためやから。だからちょっと楽にしていただいて、はい、あ、でもちょっと出ますね、もう。あ、だいぶこれか、うん、これが肩甲骨なんですけど、はいはいはい、まあ、これがちょっとこうボコッ、確かにもう盛り上がってる、うん、え、現場が現場も盛り上がってます、はい、盛り上がってます、うん、ちょっと軽いじゃから軽くほぐしてからいきますね、はい、はいはい。これ準院長、もうカジサックの体どうですか、触ってみて。あ、でも硬いっす、だいぶ。あ、硬いな、はい、頑張ってる証拠ですよ。なるほど、うん、普段行ってないからね、こうね、マッサージとか。じゃあ結構硬くなってますよ。あ、やっぱり、うん、まあさっき言った脊柱起立筋っていうのはここの大きい筋肉なんですけど、はいはい、まあ、この筋肉と、あとこっちの肩の上の方ですね、うんうん、少し持ってあげて、まあ、少し楽にしていただいて、どうなんの、腕を少し、いきますよ。え、わ、わ、すげえ。え、あ、ちょっと痛い。あ、痛いんだ。あ、ここ、あ、ここに今これ剥がされてる。剥がれてますね。剥がれてる、うん、あ痛い。いや、でも今は大丈夫。はい、でもなんか俺今、はい、剥がされてるな。剥がされてる感じあるの。なんか今俺剥がされてるな。初めて聞いた。あ、ここでも硬いですね。ああ、これでも健康にいいんですもんね。健康にいいです。ああ、なるほど。そのこれは本当嫁サックも喜ぶわ。うん、うん、徐々にほぐしていく感じなんですね。そうなんだね。肩甲骨っていきなりガバって取れるんじゃなくて、はいはい、あの少しずつこの筋肉をほぐしてって、うん、だんだんその肩甲骨がこう浮き出てくるっていうのが肩甲骨剥がし。あ、これまあじゃあまだ序盤ってことですか。ええ、こっからまだまだ浮き出てくるの。浮き出てきますよ。うわ、だんだんさっきより入ってくるの分かります、この指が。うんうん、うん、あ、確かに確かに、はい、正直めっちゃ痛いかって言われたら実はそんなめっちゃ痛くないねんけど、はいはいはい、こういうとこあんま揉まれたことないから、そうそう、うん、不思議な感じになります。不思議な感じ。へぇ、この辺りとか、肩とかはね、子供たちが揉んでくれたりとかね、するけど、はい、あ、さすがに子供たちに肩甲骨剥がさせるわけにいかないですからね。ちょっと赤くなっちゃうしね、うん、まあでもこれは今分かりやすく、そうです、上脱いでるってことですもんね。そうです、本来 T シャツとかで全然、うん、全然できます。それ聞いてなかった
なんで、なんで脱いでんのかな安武に脱いでって言われたんだけど、はい、いやでもこれは分かりやすくていいよ、はいはいはい、まあ、この触ってるからこう赤くなるのは血流が良くなってるからなんですね。はいはいはい、うん、すごいな、結構指入るんだな、うん、ありますあります。ああ硬いですね、やっぱり。多分普段ここら辺本当にやんないんですね、マッサージね。全くもうマッサージでは行かないんで、あ、うん、でも気持ちいいわ、なんか痛気持ちいい、はい、うんうん、あ、ちょうど今ここ赤くなってるとこ、まあ、血流くなって、ね、まあ、うん、まあ、押してるとこでもあるんですけど、はいはい、あ、でもだいぶ入るようになってきましたね。ほぐれてきてるんだ。なんかだいぶ入れられてる感じするもん。わかりますよ。でさっきまで、うん、はい、これぐらいだったらちょっとグーってちょっと痛かったんやけど、はい、今あんま痛くないわ。だから剥がれたんだよ、うん、あーすげー、カジサック剥がれたってよ剥がれたぞー、部活やめたってよ的なねあ、だいぶ入るようになりましたね。すごいすごいすごい、うん、ちょっとの時間でこうなる。これ痛くないんですか、はい、今痛くない。へー、まあ、こう全体的にほぐしてってあげてからこう肩甲骨剥がしてってあげてください。はい、うん、はい、こんな感じです、ね、ありがとうございます。肩甲骨剥がしは以上です。はい、じゃあ次あれですよ。そう、片頭痛、これが大事、これちょっとやってもらいましょう、うん、はい、早速じゃあやってもらいましょうか、はい、うん、でさっき言ってました、あの片頭痛に起こるところは、うん、ここの首と、うん、首がここに筋肉があるんですけど、うん、これ硬いですね、痛いですね、痛い、あ、はい、もう痛いんだ、うん、でここの首に、首からこう胸鎖乳突筋って筋肉があるんですけど、うん、ここのイーとか、うん、力力んじゃうとこういうとこ硬くなるんですよ。あー、なるほど、はい、で、まあ後ろからついてるここの筋肉、うん、まあ、広背筋とかいろんな筋肉あるんですけど、まあここの筋肉の、うん、一番この、うん、この頭蓋骨の出っ張ってる、うん、ここの骨の下、ちょっとグリグリしますよ、楽にしてください、はい、あ、痛い、痛いですね、これね、痛い、うん、ここはちょっとこうくるんですよ、痛い、はい、少しほぐしてってあげると、はい、だいぶだいぶ痛いんですか。だいぶ痛いと、痛い、あ、痛いんですね、なんかキーンってなる痛さ。あ、そうなんだ。まあ、ここ頭痛の原因と言われてます、ね、そうなんや。じゃあ一回楽にして、はい、ここがやっぱ凝ってると片頭痛につながるんですか。つながります。痛い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 、こういうとこですか。あ、痛い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 、あー、これ痛いですね。うーん、カジさんがさ、はい、頑張れ。この痛みなくなったらびっくりしませんか。え、どういうこと。これ治せるんですよ、ここの痛み。痛い痛い、ちょっと痛さやめてくださ いやらんでももう痛いの分かってるんです。カジさん、痛い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 、ここがなくなるんです。いや、ぜひぜひぜひやってください、はい、それびっくりしますよ、これなくなったら。今痛いもん。じゃあちょっと前習いの状態になりますか。前習いじゃねえ、この一番前の人、一番前の人、僕そうだったんだ前習いといえばこれじゃないですか。ごめんなさい、気をつけの方でした。気をつけ、はい、すいません、ありがとうございます。なんで前習いおかしいよな、前習い。完全に間違えましたね。もうこうなりますもんね、そうしたらね。まっすぐ、はい、まっすぐ、痛い、ここですよね。痛いです。で、少しストレッチをしていきます。はい、ちょっとリラックスしててくださいね、はい、で、こう少し首を傾けます、はい、で、ここ少し押さえてあげると今伸びてる感じ分かります。ここ、あ、めっちゃ伸びてます、うん、これだけでもストレッチになるんですけど、はい、これ痛いですよね。痛い、痛いです。ちょっとこれを私ここで抵抗しときますんで、はい、上にグーッと、うん、グーッとこう上げてください。僕は肩を自分で。そうです、はい、10秒間いきます。はい、はい、グッと押してください。1、2、今押してるよ。3、4、もっと強く。5、6、7、8、もっともっと、一気に力入れてください。で、大きく息吸ってください。はい、ゆっくり吐いて、はい、ゆっくり吐いて、はい、楽にしてください。ここ、さっきと同じ強さでやってます。え、嘘でしょ。どうすか、全然痛くない。マジ？これマジです。同じようにやってるんですか。はい、これめちゃくちゃ、そんな速攻性あんの。これあります。あの、マジで、この普通のストレッチプラス、はい、こう押してもらうっていうやつ、はい、で、これがピアって技なんですけど、うん、いやいや、それ小島よしおさんのやつ。いや、ピーエーじゃないですか。それピーエーですよ。違いますよ、ピーエーじゃないの。自分のゲップに踊れた赤ちゃんみたいな顔しました。じゃないの。こんな面白い先生いいね。めっちゃいいっすよ。1個いったらすげえ帰ってくる。すごい痛いわ、ここ。いや、ほんまに痛ないねんけど。ここがやっぱ硬くなってるんですけど、さっきと同じ強さでも全然違いますよね。じゃあ逆、ちょっと逆、うん、
これ海作さん、これ実は、はい、右やると今度左が目立つんです、ここ痛い出てくるんですよ、言ったら ここ痛いですよね、ここそこ痛い、これ痛い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 、で全く同じぐらいの痛い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 、これぐらいも結構限界だった、痛いんだこれ、だから取れんのよ、これ取れる、マジ多分だってこっち取れた、逆取れたもん、はい、これですよね、だ分かってるんですよ。さっきもう怒ってるじゃないですか。さっきからちょっと思ってたんですけど、もうそこ痛いの分かってるんですよ。ここですもんね。痛い、痛いんですよ。ここですよね。戦車じゃ痛いです。じゃあちょっと手をダラーンとしていただいて、またさっきと一緒で、うん、これだけでも普通にストレッチなんですけど、うん、今伸びてますよね。はい、じゃあもう一回押してください。いきますよ。はい、用意スタート。1、2、3、もうちょい強く。4、5、6、だいぶ力入ってる。うん、かなり入ってるよ。8、9、はい、一気に力入れてください、大きく息吸ってください、ゆっくり吐きます、ゆっくり吐いて、これかなりぐーっと伸びてください、はい、楽にしてください、だらーんと、さっきと同じ場所です、全然痛くない、本当にちょっともっすか、ちょっともマジ、すごいなぁ、ほんまに怖いねんけど逆に俺は分かる、見えてないから、うん、同じとこ押してる、同じとこ押してます、押してます、押してます、むしろちょっと気持ちいいねんけど、なんかほぐれてきてます、両方とも全然痛くないマジこれはその二重にそのストレッチができるんで、そのストレッチを2倍にやってるから、こう筋肉が伸びて、うん、少しこうほぐれが、はい、ほぐれてくるという筋肉が、マジかこれ、はい、これなんていうやつでしたっけ、これピアって言います、それチケット買うとこでしょ、いやチケットピア、いや違う違う違う、びっくりしちゃったそんなのもできるんですね、カジサックさん、いやこっちのセリフこっちのセリフですそんなこともできるんですね、びっくりしちゃった、え、これがもう、はい、ほぐれることによって偏頭痛が収まるってこと、少し楽になります、偏頭痛、でも偏頭痛ってその元々そのいきなりなったわけじゃないじゃないですか、うんうんうん、そこ積み重ねもあるんで、うん、あのいきなりゼロにはならないんですけど、あ、はいはい、まあ、ちょっとずつやってあげることによって、うん、その偏頭痛がだんだん落ち着いてくることあります、めちゃくちゃいいっすよ、え、これちなみになんですけど、どれぐらいのペースでやるのが効果あるんですか、うん、できれば、はい、本当に接骨院行かれたことってないですかね、あんまりほぼ僕ないですね、接骨院の先生ってまた明日来てくださいとかよく言うんですけど、はい、あれ本当で日頃の疲れって毎日ちょっとずつ溜まってくるじゃないですか、うん、だからちょっとずつケアしてあげないと、うん、やっぱりいきなり一回がっつり2時間3時間マッサージしたところで治んないんで、うん、ぜひあの痛みがある方はちょっとずつでもいいんで接骨に通ってあげてください、行けば行くほどいいんだ、やっぱり行けば行くほどいいと思います、はい、だから俺も通い続けたら、ええ、その偏頭痛も治る可能性が全然あるって、 あると思いますよ、それマジでめっちゃええやん、本当に、まあでもね、仕事とかで忙しくて行けない方は週1ぐらいはいいかなと、でもなんかあれなんでしょ、僕聞いたら準院長さんは、ええ、出張もされてるんでしょ、僕は出張もやってます、めっちゃいいっすやん、はい、だから事務所に僕が準院長さんを読んでやってもらえたりするってことですか、あ、もちろん、うわなります、ちなみにごめんなさい、これ今日このベッドあるじゃないですか、はい、これ私のベッドです、え、これ私がこれで普段寝てるんですか、いや違う違う違う絶対違うでしょ、寝るとき緊張するでしょ、緊張しますどうなるでしょう、前習いになりますね、前習いなるよなあ、出張の時はこれを持って行ってみたい、はい、僕持ち歩いてます、これはぁ、これめちゃくちゃいいです、ちょっと考えをちゃんとね、お金ももちろん払って、うん、委員長さん読んでやってもらったら俺定期的にここやったらできるもんね、うん、続けた方がいいっすよ、はい、なぁ、うん、やったこれはすごいすごい、もう僕でよければもうカジサクさんのケアをしますんで、マジっすか、はい、うん、じゃあ1回1円でいいですほんと、ずっこけ、いやずっこけじゃないびっくりした、びっくりした、見えてないかもしれないですけどよだれ出ました今いや俺マジずっこけって平野ノラさん以来聞いた久々に聞いたな、久々に聞きましたよ、ずっこけっておっしゃったよなおっしゃった、敬わないでください、じゃあごめんなさい冗談ですよ、はい、あーすいません、1回2円でおやおや、いやじゃあずっこけのが良かったなと思いながらもうこれも全部脊髄で喋ってますからね、もう脳で考えてないから、今のはずっこけが欲しかったですそうですよね平野ノラさん、おやおやって言われないでもこれ本当にちょっと来てもらえますわ、うん、これから、あ、ぜひお願いします、マジでありがとうございました、ありがとうございます、最高でした、いや素晴らしい、うん、嬉しいです、いやー本当にありがとうございます、すごい、うん、
最高でした。嬉しいです。ほんまさっきも言いましたけど、はい、これからちょっとお世話になるわ、ほんまに。絶対よ。今日はあくまでも肩甲骨剥がしと偏頭痛を取る方法だけだったんですけど、そうですそうです他のも取る、まあ、マッサージももちろん。できます。ありがとうございます。はい、ちょっと先聞いたら、はい、あれあるじゃないですか、バキバキってやつ。あこボキボキみたいなやつ。あります。あれ聞いたらできるらしいんですよ。できます。だちょっと、はい、せっかくなんで、トンボさん、いやちょっとトンボさん、トンボさん、いきましょう。ちょっと怖いよ。ちょトンボさんが、はい、言うても、まあ、僕もそうなんですけど、もうだいぶ体疲れてて、はい、そのバキバキっていうのはちなみにめちゃ体にいいんですよね。めちゃくちゃいいです。めちゃくちゃいいですよね。すっきりするんですよね。すっきりします。じゃあね、ちょトンボさんもだいぶ疲れてるんで、怖い。行きましょう。行きましょう。もうトンボさんはずっと気になってました。この何？あの猫背だなって。怖い。横向きになってもらっていいですか？この少し前にこう入っちゃってるの分かりますか？おい虫飛んでます。怖いよ。虫飛んでます、ね、何もしてない怖い。痛くしないで、ね、両脇バッてやってならないですから骨じゃ、はい、怖い怖い。じゃあバンジーとバキバキいやそれはバキバキそれはバキバキじゃあやってもらおう。ちょっと私に背中向けてもらっていいですか？そうです。こうなります。前の本当に前にならない。前ならになる。こうじゃない。ちっちゃく前に、なれ。久々見た。グーじゃない。大人が前ならしてグーじゃない。怖いな。どうすればいいですか。楽にしていただきます。足を広げていただいて、でこれ一番大事なのは。あの力んじゃうとならないですし、ね、はい、え、痛いの？痛くないっす。あぁ怖い。じゃバキバキ取るから静かにせんとな。足をもうちょっと広げてもらっていいですか？はい、こう、はい、ありがとうございます。怖っ。後ろ手組んでいただいて楽にしてください。だなぁとで、ここの胸椎、あのバキバキって鳴らすのここの胸椎の部分なんですよね。怖い。ここにちょっと出っ張りが出てくるんですよ。はい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 、はい、で、ここを私の肩で、うん、嘘嘘嘘嘘押さえるんですよ。はい、こう楽に、はい、こんな感じで、はい、で、力抜いてもらっていいですか？怖い怖い怖い。で、ここ閉じます。トンボのちなみに小学校の時の前なら一番前これやったらしい。そんな、そんな珍しい。こうじゃねえよ。え、地域どこですか？違う違う違う、こんなのないでしょ。前にーならえ。違うわ。いや、来るじゃない。来るじゃない。え、笑い取れた時でやろうか。いや、嫌です、嫌です。そんなアピールしなくていいんだよ。今だよ、じゃない。受けたよなと思った時はね、これ。やろうやろう、はい、やろうやろう。はい。じゃあ、いきます。できてます。いや、できてます。ごめんなさい、ごめんなさい。ごめんなさい、びっくりした。何にもならん。びっくりしました。あの、おじさんがちょっとずつ動いただけです。おじさんとおじさんがちょっとずつ動いただけ。違うんですよ。これなるんですよ、ほんと。俺ができんねんぜ。俺ができんねん。お前じゃあちょっと、はい、もう、あんた無理っしょ。無理。もう力入っちゃう。力もう絶対もう、だってもう信用できないもん。なんでなんてこと言うんすか。ごめんなさい。お前やっと仲良くなれたと思ったのに。失礼やな。散々人のことガチャピンでこの国回してる。怖いもう、どうか。サジサックやってくださいもう。え、サジサックやって、もう。あ、俺？はい。はい、さってやりましょう。俺やろうか、はい、あ、俺全然いいよ、うん、いや、俺トンボが楽しいやろな、思ったからトンボやからいいっすよ。うん、じゃあ、カイさん、ちょっと足を広げていただいて。あ、違う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 。面白、いや、面白じゃない。面白じゃない。面白前ならみたいな感じで。足開いてくださいって言って。こうなります。じゃあ、足広げていただいて。なるかなぁ。で、今度、後ろに手。もう力抜いてたいですか？あ、もう楽にしてください。ここのやっぱ出っ張りがここですね。うん、で楽にしたら、はい、もう寄りかかっちゃってください。私楽にしてください。たら行きます。わあ、すごい。バリバリバリったバリバリバリ言った。うわ、すげえ、はい、気持ちええで。俺誰にでも勝てる。軽かった。誰にでもいけるんだ。正解。わあ、マジでラスター天使さん弱そう。天心さんにもいけるんちゃうか。めっちゃ軽かった。すごいすごい。めっちゃ音鳴った、うん、さすがやわ。さすが。すいません、これをほんまトンボでやりたかったごめんなさい、はい、また何やったっけ。信用できない。おい
なんで2回傷つけられるんですか。最後まで見ていただきありがとうございます。チャンネル登録お願いします。 Twitter のフォローもお願いします。またお会いしましょう。